ソ店が絶対行くなよ、こんなクソ店。1体も出てないぞ、これ。ほんま頭おかしいやろ、この店。ほんまに舐め腐っとるよね、クソパチンコや。ほんまに潰したらええのよ、あのね。マジで、ちょっとあの誰か捕まってくれていい人、捕まってもいいと思う人、マジでね、店に放火でもしたら、マジで。お前クソ店が頭おかしいだろ。よう、でも常連度も毎日毎日来よんな、あんだけハマりながら。不思議で仕方がないわ。毎日いるんだけど、あいつらバカじゃないの。出ない店に毎日行くからね、店が調子乗ってね、設定入れないのよ。人参あやさ、クソが。ああ働けよな、毎日毎日パチンコスロットなんかしてんのよ。まあでも常連とももう作業着ってるやつがおるから、ちびっこは作業着ってるから、彼は仕事してんだろうな。仕事して稼いだ金をね、毎日毎日スロットクソ店に貢いでんだろうな。クソ店積んでりゃいいんだよ。不細工しかいないしね。一人でも可愛いお姉ちゃんがおったら通おうかどうかで、ブサイクしかいないから通う気もならないんだけど。窓開けないわ、風邪ひくだろ。いつも1000円の3往復の洗車するけど、今日も800円にしといた。もう200円ケチったわ、もう。あ、ちなみになんだけど、YouTube ね、NGT48 のおかげで、あの動画だけすっごい再生されてんだけど。ありがとうございます。あれが一番稼いでくれてます、おとといね。長堀で反省会しないです。もう長堀行く気もないわ。もう帰って嫁と鍋でも食って、もうさっさと寝ます。今日はパッパと寝ます。明日、明後日もうパチンコ行かないから、もう、どうしたらいいんだよ、もう、お金ないんだよ、もう。マルハン行かないわ。LDK 綺麗にしに行く、なんかもう誰かが来ると思うまで、なんか綺麗にする気力もないんだけど。昨日っていうか、さっきまでさ、車デロデロで汚かったんだけど、めちゃめちゃ汚かったんだけど、びっくりするぐらい汚かったんだけど、まあブラシ洗車だからこれ綺麗にはなったけど、めちゃめちゃ汚かってびっくりしたわ。別に誰を乗せるでもどこ行くわけでもないから、洗車なんかしなくていいんだけどね、別に。なんかいい方法ねえかな、マジで。なんかめっちゃ儲かるね、スロットとか、なんかこうめっちゃ再生される動画とかさ。結局はチャンネル登録者数でね、大手の人のとこに媚び売りに行くしかね、配信にしたって YouTube にしたってね、方法ないんだから。何かで紹介されるか、そうそう、死ぬしかないよ。半年洗ってない、あ、そう、全然大丈夫。1年に1回洗っても十分ぐらいよ、日本の車なんて。マジでなんかもうパチンコ屋にやるのがもっとアホらしいから、800円ここに捨てたぐらいの勢いやからね、クソ店が。まあいつも言ってる、今日にも負けたこのクソ店ね、森口とここの2店舗しかないらしいんだけど、潰れりゃいいのよ。何、客をバカにしてるよね、マジで。1台も設定入ってないんだけど、スロット全部大型貯金箱なんだけど、設定位置だけで営業してやがる、クソ店。死んだかよ、今。店員客に全員殴られたやね。で、店員全員辞めて潰れたやね。Twitter でも早く帰りって言われた。Twitter で早く帰りなさいって言われた。一回帰ってお昼寝してまた来たんだけどって。Twitter のフォロワーが全然増えないんだけど。今644人。全然増えないんだけど。ツイッターのフォロワーってどうやったら3000人いくの？リスナーバカにしてる？いや、バカになんかしてないよ。
バカにはしてないよ。カモになってくれないかなと思ってるだけ。誰か見ついでよマジで。もうお金ないんだから、もうもう、あーバカバカしいわ、生きてるのバカバカしいわ。あ、ロト7の抽選見よう。帰ってロト7で奥当たったらもうあの何もしねえからな。そうそう、みんな花火師になればいいのよ。もうていうか、あの今来てるコーラ投げんの大変だろ。だから花火投げてくれるやつ集めてきてくれたらそれでいいのよ。マジで花火を投げてくれるカモを探して連れてきてくれたらそれでいいわけですよ。わかりますか、ね、カモが来たらいいんだよ。カモが来たらカモ来いよ。カモカモカモだけにカモーン。ということで、あのツイッターのフォロワーが増えるとね、あのまあなんていうの、あのギリ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 なんかあのたまに上げた YouTube 再生されたりとか、あのプロフィール見てたまにごくまねにふわっち見に来てくれたりとかするかもしれないね。でもツイッターのフォロワーってあの YouTube の動画全然見ないよマジで。いくら動画上げてもリンク踏んでないもん。いいねはしてくれるけど動画見てねえだろお前らみたいな。今日ね、もうあの17とかみんなあのお姉ちゃんらが配信しまくっとんな。お姉ちゃんらも金稼ぐの必死なんだろう。あー2万も負けた、バカバカしいわ。クソ店、まあ潰れろ。これなんていう会社やったかな。この会社潰れたらいいのにね。あ、ニジアニアです、ね、あのいらないアイテム回収所です。はい、好きなだけ置いててくださいっていうか、これ人参とかあとなんかもらったりしても全然何も増えてないんだけど、ポイントにもなってないね。これなんかあんの。この間花火もらっても花火も400ポイントしかなかったし、どういうこと。閲覧数が20以上ないとダメなんでしょ。30円、あーもういいよね。もうだからもう開き直ったらいいの。開き直ったらもう死んでもいいやぐらいな。オッズパークこの間登録してなんかポイントくれるんだけど、あれほんまにくれてんのかな。300円か3000円か500円か知らないけど、うん、くれてんのかな。よし、吹き上げしましょう。吹き上げをしましょうね。こんな寒い日のこんな時間にね、車来に来てるの俺だけだわ。誰も来ねえわ。よし、福沢花火ポイント、あ、400ポイントです、うん、あの普通他の人らはあの閲覧があるから500ポイントもらえるじゃないですか。閲覧が少ないね、過疎主はね400ポイントしかもらえないのよ。だからもう何やっても積んでんのよね、過疎なんて。過疎な時点で積んでんのよ。天城府も来ないし、うん、黒髪ピピピとかなんか天城府もやってウヒャヒャヒャってめっちゃ喜んでんのにね。うちにはそんな花火、あのアマゾンギフトも来ないんですよ。アマゾンギフト誰もくれないんだけど、なんでくれないの。くれたっていいじゃないのよ。どっかお金持ちいないの。お金持ちさんいないの、どっかに。うん、お金持ち探すしかないよねマジで。閲覧、総閲覧が20いけばいいのよ。うん、だって20いかないもん。総閲覧20いかないもん。総閲覧20なんてもう長く久しく行ってないわ。いつもだいたい8ぐらいはさ、10もいかないのよ最近。
ったあった、まだ空いてやがんな、クソ店、クソパチンコやつぶりゃいいのにな。今日530ポイントくらいもらった。なんでそんなもらえんの？めっちゃ稼いでるやん。ちょっとコラボしようぜ、コラボ。貧乏トレーダーさん稼ぎ頭だな。マジかよ、そんなもらえないんだけど。どっかでなんかポイント集める、なんかもうあの検証生活しようかな。検証生活っていうサイトにも登録してんだけど、検証生活ウェブかなんかの登録してんだけど、何一つ当たらないんだけど。もう、あ、ちなみにアイフォレックスの残高5500円あ、言ったな。その後もなんかポジティブ理解したような気するけど覚えてないわ。もうアイフォでチビ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 ポジティブ遊ぼう。もう土日は引っこもるからな。土日は配信しないからな、言うとくけど。もうポイントも飛ばないし、土日はもうね、うん、ドリームメール、あ、昔やってたの、ドリームメール。何にも当たんない、あのね、僕ね、検証もんね、ほんまバクチの才能一切ないから、検証ものとかこういうの全然ダメなのよ。だってあの真相回転、昔のよ、昭和の時代の真相回転行って勝った試しないんだから。真相回転で負けれる男だからね。あ、そうそう、電波少年みたいな、そうそう、ナスビの検証生活みたいな、あれしようか、うん、そうするわ。で、それで当たったやつを紹介するっていう動画をね、上げ続けるわ、うん、その前にまず当たらないんだけど何一つ当たらないんだけど、マジで。 YouTuber としてこれとこれ登録しても、これ登録しましたみたいなんで、これを当たるのかみたいなのをずっと延々とあの流し続けて、やっぱ当たんないよね、これ当たんないよねって言いまくったら、いつかはスポンサーが目つけて当ててくれるかもな、うん、いつかはね。というか NHK いつ俺配信放送乗るんだよ。まあ何かでバズらないともう死んでしまうわ、マジで。もう、あー、今日寝とけばよかった。目覚めたのが8時10分ぐらいで、わ、目覚めたわっつって、あ、行ってくるわって言って出てきたけど、2万円負けただけって大損じゃねえかよ。寝とけばよかったわ。金髪にはしないわ。ワンルームで貧乏トレーダーの検証生活、あ、いいよいいよ、全然やってください。それであの家賃分だけこっちにあのポイント回してくれたら全然いいっすよ、そんな、うん、家賃代と電気代、ガス代、ネット代払ってくれたら僕はどうでもいいっすよ。まあ最初から払えとは言わないから、まあ、儲かってきたらちょっとこっちに回してくれたら、うん、たまに警察が手入れに来るから僕分かりませんってだけ言っといてくれたらいや多分来ないと思うけど、電話はかかってきてたけどね、年末に大阪府、公安委員会から、うん、でこっちから電話したら、いや誰が電話したか分かりませんみたいな言われて、またかかってくるの待っといてくださいって、かかってこなかったんだけど、結局2週間ほったらかされてるんだけど、大阪府警に。俺はいつ大阪府警から電話かかってくるんだよ、うん、はあ。天城府届かないかな、なんか来ないかな、もうなんかないの、何も物事が起こらないから、1年に1回は寮に警察来る。マジで、あ、家に警察来る、マジで家に来るの、それ防犯のやつ。うち防犯のすら、まあまあ自宅マンションだからね、あの紙が入るだけなんだけど、うん、まあ、ちなみにこの車はあの毎日見張ってもらってるけどね、盗難届出したから。車の部品2回盗まれたから、すぐそこの交番に盗難届出してるから、もう何だったら指紋照合もされてるし、あの犯人は震えて眠れ、うん、追い詰めてやるからな、うん、この辺の防犯カメラも全部見てもらってるから、うん、逮捕されたらこの人が捕まりましたって教えてくれるよ、うん、昔さ、あの車上荒らしにあって車の中でカバンを盗まれたことがあるんだけど、それも犯人捕まった時ちゃんと八尾警察から来たからね、捕まりましたって。ただあのこいつにはあの支払い能力がないので、なんかもう民事は争わんとったってくださいみたいなね。なんなのそれ、あの被害者が損するだけだからな、この国。家庭訪問で緊急連絡先の確認とお仕事の状況確認、そんなんあんの、そんなんあんの、警察が来んの、マジでか。田舎は平和でいいよね、都会はそんなん来ないよ。まあその辺の一軒家とか塗装処理の多いところはあのお巡りさん回ってるみたいだけどね、マンションなんか絶対来ないわ、来てても分かんないから、うん、
回僕が入ったこの 7階がさ、僕が入居する前ワンフロア全部空いてたんだけど、その前はその前に住んでた人たちが何かあの犯罪を犯したのかなんか知らないけど、あの何々さん知ってますかみたいな来てたけどね、うん、そう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 、中を行かないですもん、うん、あー聖雷負けたー、もう2枚も負けたんだけど、クソ店名前言うたろか、ほんま。っていうか、イクノック辰巳中にあるパチンコ屋って1軒しかないから、うん、どんだけクソ店か分かるだろ。設定入ってないからな、一生入らないわあんな店、潰れろ早く、もう行かない、もう絶対行かない、あんなクソ店。でもお味噌汁もらいに行かなあかんしな、クソ店だわ、クソ店すぎるんだけど、はあ。昨日はあんなにペカったのに、今日結局何ペカなんだろう。昼間が8ペカで、夜が何ペカ、1、2、3、4、えレギュラー3連発の前に2連チャン、5、6、今日 6ペカぐらいしかしないんじゃない。夜2万円で6ペカよ。どんち JRA、 昨日は4万買ったけど、昨日は昨日だからね、今まで負けてるから、せっかくマイナス4万までいった、またマイナス6万まで持ってないか、クソが、クソ天が、アミスター潰れろ、アミスター潰れてしまえこれ YouTube アップしたろ、絶対行くなよ。イクノクの店なんかパチンコ屋なんかもう貸すしかねえからな。イクノクのね、あのプレミオとかミスターとか、あのなんかソルト専門店とか、あと天一も正直にあるけど、イクノクとかあのクソ店しかねえからな、マジで。前代設定値だわあんなの、店員全員死ねえ、バカなのか、はあ、バカバカしい。でっかい貯金箱置きやがって、2万円で全然ペカんないのよ、バカなの、舐めてるよねクソ店、マジで潰れりゃいいんだよなクソ店。ああ誰か甘ギフトくれないかな、アマゾンギフトくれないかな、どっかにいないかな、お金持ち、なんかお金持ちじゃなくてもいいからね、あの借金してでも貢いでくれるバカとかいないかな、どっかに。お金くれるバカいないかな、どっかに。みんなでさ、お金くれるバカカモを探してさ、それを分けようぜマジで。有村架純かわいいな、有村架純はかわいいよ、これ誰かわいいな、これわかんない、名前がわかんないわ、これ誰、これは別に普通か。有村架純と武田玲奈はかわいいよね、武田玲奈かわいいわ、こんな子いないかなマジで、どっかに。あーもうお前ら YouTube さ再生しろ、 YouTube ゴッドとか2万とかあっという間、まあね、うん、レイカは別にあれよ、普段は普通の子よ、ほんまに普通の子、ただデリヘル業界じゃピカイチ可愛いけどねっていう、うん、その辺の大手でもまあまあそこそこナンバーには入れる子だけど、まあ、いかんせん本人の精神病んでんのと彼氏がもうヘタれすぎてどうしようもないんだけど、だあれは彼氏と別れない限りね、幸せにもならないし、うちの店にも戻ってこないわ、うん、ああどっかにいないかな、どっかに。まだちなみにあのレイカの画像はね、あの彼氏のツーショットになってるわ、もう早く別れりゃいいのにな、早く別れりゃいいのにな、早く別れてうちの店戻ってきたらいいのにな。ありがとうございます本当にね、 YouTube いっぱい見てねマジで、うん、まあ、0.01 円ぐらいのレベル、1回再生 0.01 円ぐらいのレベルかもしんないけどね、確実にお金入ってくるのは YouTube だから、うん、
今ね、NGT48 の、この間のね、まほちゃん動画がめっちゃバズってくれて。びっくりしたんだけど、あれ、150円ぐらい稼いでんだけど、あの動画。ベッドに転がってね、おっさんが、このネタバレしたらあかんのか。ね、ハレンチハレンチ動画ね、あれだけで150円稼いでくれるんだけど、1日。すごくないですか？月なんぼ稼いでくれるってこと？ 4,500 円稼いでくれるの、一月で。すごくない？もうそのままずっとね、バズってくれてたらいいのにね、あれね。何をしたらバズんねやろ。だいたいバズった動画って広告外されんのよね。で、風俗の量のあれはいくら編集しても、広告つけてくれないわ。なんでだろう。NHK の集金人が来た動画はね、ちょっとモザイクかけただけですぐに広告つけてくれたのに。この間屋台で撮ったやつも、ツイキャスの方がずっと広告つかなかったから、モザイク処理をしたらどうなってんのかな、ちょっとそれは見てみないとわかんないけど。まあ、でもあれ再生されてないしな、そもそもが。なんかバズる動画ないかな。6万回再生されて、あれなんでバズったんだろうな。そこから他の動画もバズってくれたらよかったのに、全く周りの動画に影響ないんだけど、どういうこと？もっともっとね、もっともっと何を作ったらいいんだろうね。はじめ社長の元カメラ、編集の子がね、チャンネル登録者1400人で伸び悩んでて、はじめ社長とコラボしたわけで、チャンネル登録者数が1万4000人になって、まあ、昨日の段階でね、一昨日まで1400人しかいなかったのが1万4000人になって、動画も何万回も再生されてんだけど、はじめ社長の力だけですごいよね。はじめ社長の、YouTube にコラボしただけで、ちょっと宣伝してもらって、リンク貼ってもらったら、それだけで金儲かるからな。すごくないですか、あんなの。羨ましいわ。あんな、あれ絶対あれよね、その彼から金巻き上げてるよね、はじめ社長。儲かったら半分ちょうだいなコラボして、こっちはリスクを負うからみたいな、そんな感じでやってんじゃない？それかもう、もともと動画の収益は自分のところに入れといて、で、そっから給料で払ってるかどっちか。ああ、でもどうやるな。結局ね、配信もそうだけどね、大手に絡むしか方法はないのよ。マジで。弱小がね、コツコツやったところで何もバズらないんだから。どっかの掲示板とかでも爆発しないかな。もう、ものごつ強烈なアンチがすっごいたくさんついたらいいから、もうこれからアンチをどんどん煽っていきたいんだけど。というか YouTube のコメントに、くだらねえ動画上げてんじゃねえよって、くだらねえコメントしてんじゃねえよ、バーカ。嫌だったら見なきゃいいんだよ。見なけりゃいいじゃん。いちいち見てくだらねえ動画上げてんじゃねえよ。くだらねえコメントしてんじゃねえよ、バーカ。アンチが、圧倒的アンチが少なすぎるわ、うちは。なんでこんな僕って人気者なんだろう。アンチがいないんだけど。光の神真似して光とコラボして、いや、無理です、しんどいです。結構リスナーを真面目にやるのも大事。どういうこと？リスナーを真面目にやるってどういうこと？人の枠を見に行くってこと？人の枠見ないからね、僕、基本的に。だから人の枠でコメントもしないし。たまに火薬の枠でちょろっとコメントしたりするけど、クオジンさんありがとうって言われて終わりだから。バーガーありがとうって言われて終わりだから。今ちなみにパフェ1個とバーガー2個と風船11個ぐらいあるんだけど。あ、来てくれる？あ、だから最初の頃ね、だから僕の枠すごいのよ。こんな過疎枠なのに、去年の今頃ね、誰だ？みやびくん、とか、あとね、誰？他のおっちゃんって誰だっけ？翔ちんとかね。あと誰が来てくれたかな、結構ね、大手がうちの幕来てたのよ。あと、ジェダイも来てた。ジェダイおじさんも来てたんだけど。この仮想枠にジェダイおじさんがコメントくれてたのよ。びっくりなんだけど。びっくりでしょ？で、大手は来ないでくださいって言っといた。得しないですよ、僕の枠来ても。損するだけですよ。知名度落ちちゃいますよ。ほんならそれ以来来てくれなくなったんだけど、マジで来てくれなくなったんだけど。川ひなちゃんも来てたでしょ？だから結構来てたのよね、うちの枠。超絶大手は来ないけど、なんていうのかな、二軍って言ったら言い方おかしいな。一軍の、ライパチ君レベルの人たちがちょこちょこうちの枠来てくれてて、コメントとかもくれてたんだけど。
ただ大手が来てもね、相手できないわ。どうリアクション取ったらいいか分かんないから、うん、これはね、あの僕の枠は僕のワールドが繰り広げられていくからね、あのそんな大手の人たちがコメントを置かれても僕どう対応していいのか分かんないです、うん、結構だから来てくれてたのよね、うん、だからそれをうまくね、対応できてたら少しはその人たちのリスナーさんとかね来ててくれてたかもしれないんだけど、まあ、別にその時はそこまで真剣にも考えてなかったし、とりあえずその場で花火だけくれりゃいいわぐらいな勢いだったんだけど誰もくれなかったね、うん、よし今日もねひよこと人参とあとなんだ歌なんとか枠だやってるでしょ、あれ投げまくって無料のアイテム投げまくってね、アイテム集めて、うん、貯金食アイテムで、これ見てる配信者の方でアイテムトレードしませんか、うん、僕今パフェとバーガーニコと風船持ってますこれやったら多分フワチ的には規約違反なんだろう多分そんなことばっかりやったらフワチ潰れるからな、うん、そうそう、あもう時間ねえじゃん、もう墓やろ、うん、ということでね、もう家帰って鍋食って寝ます、さよなら、ありがとうございました、もうバカバカしくて、もうせっかく昨日買ったのに今日2万負けた、何にも意味ないじゃないかよ、クソ天がクソアミスターが、潰れろアミスター、もう二度と行かないから店名言ってやるわ、全然出ねえからマジで、全然出ねえから、設定1しか置いてねえからな、釘も全然回ってんだろうな、クソ天クソパチンコ屋が、もう店長ボタンも全然押してくれないから、あのカメラ何回も睨んだったけど全然ピカらなかったから、終わってるよね、もうやっぱこれからね、もうマルハンの時代ですよ、マルハンいかんと、今日アローで500円負けただけだから、アローもまあいまいちだし、これからマルハン行くわ、マルハン7のつく日だけマルハン行って、あとの日はもう適当にね、2万円あったらマルハンでも十分遊べたわ。